美しい秋晴れに似合わず、世界の終末は近い。イベリア半島を攻略したイスラム教徒は、ヨーロッパ各地に現れて多くの町を占領し、軍隊を壊滅させた。イスラム騎兵は稲妻のような攻撃でボルドーとポアティエの町を破壊した。フランク王国にはもはや守るべき領土はごくわずかしかない。カール・マルテルはフランク軍を招集し、トゥールの町で決死の抗戦を試みた。イスラム教徒の馬は俊足を生かしてビエンヌ川を渡り始めた。マルテルの騎士と剣士は鎧の重みに耐えかねつつ、なんとかトゥールの町をイスラム軍から守ろうとしていた。気の早いハゲタカが死体を探していた。ヨーロッパ諸国は不安げに成り行きを見守っていた。フランクはヨーロッパのキリスト教国最後の砦だったからだ。イスラムはじわじわと近づいてくる。トゥールの城壁に達するまでそう長くあるまい。ポアティエはもう落ちたしな。Thank you.
Thank you.
しそう。
con. Pyrax. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Artisan. Bonjour.
you
Thank you.
Thank you.
ポワティエに着いたぞ。イスラムの輸送隊が中にいる。あれを奪えば奴らは引き返すだろう。
are you? Hey. Assault. Thank you.
イスラムはフランクの力引き上げた。勝ったぞ。フランク軍の主戦力は騎馬兵であったが、疲れ果て鎧の重みに耐えかねる今、敏捷なイスラム騎兵に太刀打ちできる状態ではなかった。そこでマルテルは騎士団を馬から下ろし、剣士団と共に隊列を組ませ壁とした。イスラムの軽装備による電光石火の攻撃も防御中心のフランク軍を打ち破れなかった。イスラムの射手の放つ矢は重い鎧に難なく弾かれ、騎兵も壁を破ることができなかった。傷ついたイスラム騎兵隊はイベリア半島へ退却した。カール・マルテルのフランク王国は後に神聖ローマ帝国へと発展し、マルテルはドイツとフランス両国の創立者となる。